日本共産党の柿内京美です。中学生と小学生の子供の母親です。子育て真っ最中です。生まれは香川県ですが、岡山大学に進学して以来岡山県で生活をしております。なので岡山県人としての生活の方が長いです。大学を卒業して倉敷医療生協水島共同病院で5年間働きました。その後、日本民主青年同盟岡山県委員会の専従、岡山民放記者を経て、今は日本共産党岡山県委員会女性部長をしています。この度参議院選挙への立候補を決意しましたのは、憲法改正が参議院選挙の争点の一つになっているからです。自民党の参議院選挙の公約でも、憲法改正、96条の手続き条項の改正、国防軍を持つことが書き込まれておりますが、これに対して絶対に憲法は変えさせない、憲法を生かした政治こそ必要だと、こういう思いを持っております。今の憲法は先の戦争で、多くの被害をもたらした、その痛苦の反省の上に立って、二度と戦争はしないと誓った国際公約ともいえるものです。私の祖父はフィリピンで戦死して、遺骨も戻ってきませんでした。長男だった父は大変苦労して家を支えてきました。進学も諦めざるを得なかったんです。戦争はこういうふうに人の人生を大きく変えてしまうものだと思っています。子を持つ母親としても、子どもたちの未来のために戦争のない社会、これを絶対に手渡していきたいと思っています。それが大人の責任です。私は憲法のすべての条項をしっかりと生かした政治、外交分野でも9条を生かした平和外交、対話による外交で世界とアジアに貢献する日本を実現していきます。この参議院選挙は日本の未来がかかった大切な選挙です。今政治の上では自民党対共産党、自共対決こそ対決軸です。安倍政権の暴走と真正面から対決して、日本の政治を大元から変える展望をしっかり示している日本共産党を皆さんにぜひ選んでいただけるように、私全力で頑張ります。よろしくお願いします。